お話丸かじり。今回はイギリスのお話です。タイトルをお願いします。第76夜のお話は3匹の子豚。演者は岡崎智代と浅井優。ストーリーテラーは私、山本真由美と浅井優がお送りします。どういう作品になっているのでしょうか。それではまた後でお会いしましょう。三匹の子豚。昔昔、あるところにお母さん豚と三匹の子豚の兄弟が住んでいました。ある日、お母さん豚は息子たちに言いました。あなたたちも大きくなったのだから、これからは自分のお家を作ってそれぞれ暮らしていかなければならないわ。食べ物も自分で探してくるのですよ。三匹は心よく返事をしました。よし、僕はこれから藁をかき集めて藁の家を作るぞ。お前たち、僕の真似をするんじゃないぞ。一番上のお兄さんはあっという間に家を作ってしまい、食べ物もたくさん集めてきました。家を作るなんて簡単さ。あいつらまだ作ってるのかな。のろまだな。わらの家が出来上がると、一番上のお兄さんは早速中に入り、食べ物をたくさん食べながらのんびりしていました。二番目のお兄さんは木で家を作りました。一番上の兄さん、わらでなんか作って大丈夫なのかな。雨が降ったら家の中がずぶ濡れになるじゃないか。僕のように木で作らなきゃ。二番目のお兄さんは板と板を上手に紐で結んで、屋根は木の枝をたくさん敷き詰めて二番目に家を作り上げました。やっとできたぞ。さあ、中に入ってみよう。一方、弟は硬いレンガをいくつも積み上げて作っていて、お兄さんたちが出来上がってもまだ終わりません。なかなか進まないな。でも僕はしっかりとした家を作ろう。慌てない、慌てない。一番目のお兄さんと二番目のお兄さんは、弟が家を作っているのを見に来ました。まだ終わらないのかい？一体いつになったら仕上がるんだよ。早く一緒に遊ぼうぜ。僕はもう少しかかるから。しょうがないな。手伝ってやるよ。ありがとう。その日、三匹は夜までかかって弟のレンガの家を作り上げました。ヘトヘトになりながら、一番上のお兄さんは言いました。こんな硬い家を作ったって何の得にもならないぞ。そうだよ、この中にいると夏は暑さで倒れそうだ。虫豚になっちゃうぞ。大きな窓や煙突を作ったから大丈夫だよ。それに僕は狼が怖いんだ。狼？家が硬いと入ってこれないからね。狼なんか怖がることないさ。捕まったら食べられちゃうよ。この辺りに狼なんか出ないよ。そうだそうだ、狼なんか怖くない。
兄たちはそう言って自分の家に帰りました。でも翌朝、遠くの森から本当に狼がやってきたのです。腹が減ったぜ。昨日から何にも食ってないんだ。いい匂いだ。近くに何かいるな。あの藁の家は誰の家だろう。よーし、そばの茂みに隠れて出てくるのを待つとするか。一番上のお兄さんは狼が近くにいるのも知らずに外へ出て大きなあくびをしました。おお、昨日のレンガ運びの疲れがまだ取れないや。今日は弟にたっぷりごちそうしてもらおうと。その前にお前が俺様のごちそうになれ。ガーおお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 。一番上のお兄さんは一目散に藁の家に入り震えていました。弟という通りだ、狼が出た。こんな軽い藁の家なんて一息で吹き飛ばしてやる。そう言うと狼は力いっぱい息を吸い込み藁の家に吹きかけました。一番上のお兄さんの藁の家はあっという間に吹き飛ばされてしまいました。僕の家が。助けて、助けて。一番上のお兄さんは必死で逃げ、二番目のお兄さんの木の家に逃げ込みました。どうしたんだい兄さん、ノックもせずにドアを開けるなんて行儀よくないな。大変だよ。それに珍しいな、兄さんが息切れするくらい走るなんてさ。それどころじゃない、本当に狼が出たんだよ。僕も食べようとしたんだ。嘘じゃない、もうそこまで来てるんだよ。二番目のお兄さんは外を覗くと誰もいません。誰もいないよ。すると戸を叩く音が聞こえました。誰だろう。あたしはね、お前たちのお母さんだよ。あんたたちがどんな家を作ったのか見たくなってね。中へ入れておくれ。お母さんはこんな声じゃないよ。私はお母さんだよ。早くここを開けねえかい。僕を追いかけてきたやつだよ。絶対に開けないぞ。早くこのドアを開けろ。出ないとこの家を壊してしまうぞ。僕の家は頑丈なんだ。吹き飛ばせるものなら吹き飛ばしてみろ。そうかい。じゃあ遠慮なくぶち壊してやる。そう言うと狼は体当たりして木の家をあっという間に壊してしまいました。そして2匹の子豚に襲いかかりました。僕の家がバラバラだ。そんなことはいいから早く逃げよう。弟の家まで走るんだ。助けて、助けて。2匹の子豚は必死で逃げました。おーい、助けてくれ。一体どうしたの。みんなお前の言う通りだ。何があったの。狼が出たんだよ。すぐそこまで来てるんだよ。僕らを食べるつもりなんだ。わかった兄さん、もう大丈夫だよ。早く僕の家に入って。弟は素早く兄さんたちを中に入れると自分も入り鍵をかけました。
神はその様子を見ていましたが、笑いながらドアのそばまで来ました。腹が減って背中と腹がくっつきそうだぜ。でもこれで大丈夫だ。ドアの向こうにいる三匹の子豚さえ食べればな。それにしてもうまそうな匂いだぜ。おい、早くここを開けろ。兄さん、この家はレンガの家だ。絶対に壊れないから安心してね。さあ、お茶でも飲もうか。そうだ、たくさん走ったから喉が渇いたもんな。お腹も空いたからお菓子も出してくれよ。子豚たちは狼を怖がりながら支度をしました。怒った狼は家を吹き飛ばそうとしました。レンガの家はびくともしません。ダメだ、いくら息を吸って風を吹きかけても無駄だ。よーし、体当たりで家を壊してやる。それ。狼は家を壊そうと何度も体当たりしましたが、自分の体がガタガタになるばかり。くそー、あだだだだ、レンガってのは頑丈だな。風が吹いても地震が来ても壊れないのか。なんとかしてこの家に入り込めないかな。あそうだ、あの上だ。狼は家の屋根に上がりました。そして煙突のてっぺんまで登り、中を覗きながら言いました。この穴は家の中につながっているんだな。家なんて壊さなくても簡単に入れるぞ。あれ、あ、思ったより狭いな。それになんだか暑くなってきたぞ。ああ、おっと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 、うわあ、ドボーン。あっ、あっ、ちちちだだだだだだだ、あっ、ちゃーだ、助けてくれ。煙突の下の暖炉で子豚たちはお茶を飲むために大きな釜でお湯を沸かしていたのです。そのお湯の中に落ちた狼は大やけどをしてしまいました。そして森に逃げて行き、それからは子豚たちのところには来ませんでした。助かった。僕らはお前を見習わなきゃな。これからはみんなで暮らそうよ。でもお前の家じゃないか。この家は三匹で作ったんだ。兄さんたちの家でもあるんだよ。それに僕だけでは生きていけない。みんなで一緒に暮らそうよ。ありがとう。こうして三匹の子豚は兄弟助け合い、これからも仲良く暮らしました。おしまい。はい、というわけでございまして、第76夜三匹の子豚お届けいたしました。はい、聞いてみていかがでしたか。めっちゃ懐かしかったですね。懐かしい、はい、
これもよく絵本で読んだり聞かせてもらったりしましたから。あ、うん、紙芝居とかもあるんですかね。そうですね、紙芝居もあったり。なるほど、はい、僕はテレビでしたね、うん、某昔話の番組で、はい、見たんですけど、なんか狼いきなり紳士的な服着てるし、紳士的、あとはあの木のお家をライターで燃やしてるし、はい、あれとかこれ本当かなと思ったら、はい、でそれであの逆に僕は絵本の方が次に、あ、そうなんですね、で改めて絵本を見て確認したら全然違うじゃないか。まさかライターと来るとは思わなかったですね。まあいろいろな表現の仕方があるんでしょうね。はい、まあそんな、僕の作品はですね、はい、まあ、兄弟の絆をテーマに固く、はい、重く書かせていただきましたけど、はい、これはグリム童話と勘違いしている人が多いんですよね。え、これはあのね、オープニングでも話しましたけども、はい、イギリスのお話でございます。グリムじゃなかったんですね。ドイツの話ではないんです。あら、これ何、似たような話ってあるんですか、やっぱり。いや、というよりも3匹のガチョウとか三兄弟は確かに、3匹のイルカとか、三兄弟は多いですけど、ただこれ確かあの原作だと結構お兄ちゃん、真ん中のお兄ちゃん食べられて、最後末っ子が狼をやっつけて食べちゃうっていう、うん、だから私、まあ、てっきりグリムだと思ってて、あ、その残酷さが、はい、なるほど、違ったのか、違いますね。まあ、だからあのイギリスのイングリッシュフェアリーテイルという、はい、でその中の作品の一つ。なるほど。で前やりましたけど、はい、ジャックと豆の木とかもそうですね。あ、そうなんですね。あとリンゴばらまくシーンっていうのがね、原作に出てきます。はいはい、あります、はい、これは結構書かれてなかったりするんですよね。あ、そういえばなかったですね。僕もちょっと端折っちゃいましたけど、はい、まあ、うまくまとまっちゃったんで、お、ちょっと割愛しましたけど、はい、あと三兄弟って羨ましいね。結構わちゃわちゃしそうな。僕は妹がいただけなんで二兄弟、はい、3人だとやっぱりなんかいろいろとね、うん、野球やるにしても真ん中の子が大変そうかなって思っちゃいますけど。ああ、なるほどね、はい、上と下にいて。あ、そう、はい、まあ、だけどあの人数が多い兄弟ってね、羨ましいなと思いましたけど、まあちょっとわかります。でもということで、第76夜、イギリスのお話、3匹の子豚をお届けいたしました。次は日本のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を。良い夢を。お相手は浅井優と山本真由美でした。それでは皆さん、おやすみなさい。次回第77夜のお話丸かじりは、日本のお話、カモ取りゴンベイをお届けします。あそこにいるカモたちを一度に捕まえることができたらね。大変じゃ、空から人が落ちてきた。一体どうなってるんだろうね。カモがいる湖も遠く離れちまった。わしのところで泡取りを手伝ってくれねえべか。楽して一度にたくさんの実が集まらねえかと思っていたところだ。思いっきり引っ張ってみるか。ああ、うわあ！つくづく空が好きなんじゃろうな。今度はどこまで飛ばされるんだい。次回もお楽しみに。今回のお話、皆さんいかがでしたか？あ、そうそう、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。それでは。